滋賀県東近江市の古藤記念病院の元看護助手西山美香さんは2003年入院患者を殺害したとして懲役12年の刑で服役その後警察官が自白を不当に誘導した疑いが強いなどとして再審で無罪が確定しています西山さんは違法な捜査で苦痛を受けたなどとして国と県に損害賠償を求めていてきょうは取り調べをした警察官が出廷

今月30日には警察官の上司の証人尋問が行われる見通しです。